今回は原神のゲームをやっていきたいと思います。私なんですけども、あんまりゲームはしなかったんですが、なぜかこのゲームだけは5月20日から始めて、ほぼ毎日、なんなら最近はものすごくハマってやっております。このゲームをハマったきっかけが、あるキャラクターがありまして、そのね、キャラクターの声が大好きなんですよ。でそのキャラクターの声と同じ声優さんがやっている、鬼滅の刃の胡蝶しのぶさんっていうね、あの方がいらっしゃるんですけど、私大好きなんですよ、しのぶさん。しのぶさんのもしもしっていう声がね、ほんと大好きで、で原神のキャラクターで、実は胡蝶しのぶさんと同じ声のってか、同じ声優さんがやってるキャラがいるということで、思わず始めてしまったっていうのが原神最初の出会いでした。でそのキャラクターが、私が始めた時に復刻されたばかりで、ずっと待ってたんですよね。でやっと今日のアップデで来たんです。やったということで、今景色のいいところに座りたくて、はい、私の大好きなモンドで一番景色のいいところといえばここじゃないかなと思って、はい、来ました。座っときましょうあ、美しい、神壇超美しいはい、ということでやっていこう、ガチャをやっていきましょう。怖いな、怖くない、怖くない、別に怖くない、だって怖くないいやいや、その前にお試しやりますか。いやでもお試しやってるとすぐ時間が解けちゃうな。はい、スクロースもね、そう、あの彩花使うならカズハかウェンティなんですけど、ウェンティもカズハもいないので、スクロース来てくれてありがとう。ロサリアも、うん、持ってないから嬉しい。でキャンディスはどっちでもいいかなっていうような感じです。はい、今回はナビアは諦めます。ではちょっと場所移動しようかな。せっかくだから今日の朝クリアしたばかりの稲妻に行って、稲妻の神社の前から、せっかくなのでね、彩花といえば稲妻なので、ここで引きたいなと、ね、すっごく景色がいい、桜が綺麗。よし、ここにします。ここにしよう。ちょっとでもなんかあれだな、いまいちだなどうしよう、なんかちょっといまいちだったなどこで行こうかな、どこで行こうかな。彩花をね、引きたいわけです。彩花を引きたいんだけど、彩花を引くのにちょうどいい場所が見当たらないあ、ここでいい、ここでいい。よし、ここにして、あ、見て見て、夜空がめっちゃ綺麗。いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。よし、では行きます。ナビアじゃないの、私は神里彩花様なんです。こちらの神里彩花様を今回絶対引きます。祈願履歴を見るとね、この間キララ引いたでしょ。そう、前回はモナーですり抜けてるので、そこから今50連してるので、あと30連か40連すれば出ると思います。なのでいきます。ふう、緊張する。でも絶対出るんだから大丈夫だよいきます。えい、はい、足りないですね。はい、使いましょう。 OK、 でもスクロース来てほしい、スクロース、スクロース。あー、ロサリア、ロサリアか。あー、来なかった。スクロースが来てほしかった。よし、20連目なので70連目。はい、行きます。 GO。 うん、スクロース来てほしいから、スクロース、
あーどうしよう。よし、70連目かな。あー、ドキドキする。よし、行きます。はい、ゴー。あー、光っちゃった。マジか。来たかな。来たか。でもスクローズが来てない。どうしよう。スクローズもアヤカも来てほしい。あ、来た。うー、来た。うー、来た。うー、来た。あ、来た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 。アヤカ様、美しすぎる。うー、美しすぎる。あ、違う、キャンディスだ。あ、ナロサリア、違う。違う。ちょっと待って。あ、え、あ、違う、キャンディスじゃない。違う。あー、どうしよう。あー、あやかさんが出たけど。え、どうしよう。あー、スクロースが欲しい。どうしよう。でもちょっとなかなかの神引きだったんじゃないですか。いや、でもね、キャンディスいらない。どうしよう。あー、もう一回だけ引いてスクロースが出たらやめよう。でもスクロースを一突したかったんですよね。一突が強いって話だったから。どうしよう。あー、もう一回だけ。あー、手が震える。震えるけど、いっちゃえ。ゴー。うん、はい、スクローズ。あー、キャンディス。いらん、キャンディス。どうしよう、スクローズが出ない。どうしよう。ああ、どうしよう。キャンディス、キャンディスはいらんって言ってたのに。どうしよう。ああ、どうしよう。ああ、もう一回だけやっとこう。ああ、こうやってガチャが進んでいくのね。スクロース出てください。お願いします。で、ゴー。よし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 、はい。出た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 。あー、よかったよかった。あー、一突したいけどもう心が折れた。あー、疲れた。どうしよう。キャンディスばっかり出た。もういいかな。はい。だいぶ減ったな。原石半分になりましたね。はい、出ました。キャラクターを見よう。まずはここに呼び寄せようじゃないですか。突破素材を持ってないのかな、私。ああ、いる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 。あやかがいる。ちょっとどうしようかな、どうしようかな。せっかくここに入れて、ここに入れとこうかな。どうしよう。ちょっとノエルさん、ごめんなさい。あの、あやかさんを入れます。ああ、美しい。はい、神里あやか、参ります。はい、来てください。来たー来たー。かわいい。喋ってほしい、喋ってほしい。よし、レベルアップします。え、なんか変わった。え、なにこれ。あ、すごい。へえ、いいかな。はい、OK です。お、すごい、超楽チン。はい、OK。 あったあった。あ、突破。はい、感謝いたします。あなたとの出会わせからいろいろなものが学べました。剣術においても
さらに上達することができると思います。はい、頑張りましょう。いとこかな。レベルアップ。刀は技を支え、匠は宝を有す。おお、マジかもしれない。ダメだ、壊れた。どこから声が出た。よし、レベルアップ。でも次は突破できないから、うん、できないね。これ持ってない。はい、これいってないんで40までかな。そう、あのね、彩香でね、宝箱を開けると毎回素敵なボイスが聞けるっていうことなんですけど、どうしよう、宝箱を探しに行こうかな。せっかくだから、どっかないかな。よし、こいつらをやっつけて、宝箱を開けるときに彩香に変えよう。つらえ。ああ、やられる。リスク上がっているな。気をつけて、気をつけて、気をつけて。やばい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 。怖い怖い怖い。風の神、我らを導きたまえ。いざ、勝負。怖いよ。頑張って。うっさんこ来た。よし、ここで神里彩香に変えて、このボイスを聞きたかったんですよ、私は。よし、ここまでやって今日は終わりにしよう。行きます。宝探し、これもまた一興です。素敵なお声。あー、楽しかった。ちょっと彩香はもうちょっと使ってみないと。すごい、すごい。失礼。失礼だって。全然失礼じゃないのに。あ、これだ。あ、すごい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 。あ、こうやっていけるんだ。おお。キャベツ拾っとこう。はい、ということで無事彩香は引けました。なんかジャンプができない。ボタン間違えてえらいことになってるけど、大丈夫かな私。よし、落ち着け。はい、よし、彩香もしっかり育てて遊びたいと思います。あー、楽しかった。よかった。でもスクロースが1つできなかったから、あと10連引こうか。どうしようかな。なんかスクロース引かなくていいのかな。ちょっとこの辺り詳しい方に聞いてからやろうかなと思います。はあ、楽しかった。それでは、雪を前。はい、雪を前、終わります。